さあ行きましょう。次のミッションブリーフィング、はい、アクト3っていうことになりますかね。あ、出た、このシーンや。元素賢い子やねんもんね。うわ、双子が入ってる。そして三つの太陽、右がソリダス、左がリキッド、ソリッドということを言ってんのかな。何ちゅう歌歌ってんねん。覚えるときにやるやつやねん。蓋をした方がいいわ。あ、乗り込んでる。蒸し焼きにすんねや。このまま1分。料理が好きなのね。偉いわ。ちょっと引いてるやん。これサニーサイドアップ占い。うまく焼けた時。なるほど。サニーにかけて、サニーサイドアップ占い。それでファンオーバーじゃないのね。1分、お、1分仕掛けた。もう遅ない、だいぶ経ってるよ。だいぶ経ってますよ。20でいかんと。でも料理のコツは食べてくれる人のことを考えること。だるそう、うさいねみたいな。これお母さん、綺麗な人ね。ねえ、さっきの鼻歌、元素記号でしょ。こっちも科学者ですからね。トリウム、プロタクチニウム、ウラン、ネプツニウム、プルトニウム、アメリシウム、アメリシウム、キュリウム、キュリウム、キュリウム、そう、キュリウム。あ、これ ちょっといい？女の子はね、いつも綺麗でいなくちゃ。ちょっと嬉しそう。オルガっていうの。え？お母さん。そう。オルガ。そう。あ、焦げちゃう。アラームならへん。あ、待って、アラーム壊れてる。見とるだけや、こっち。できた、いけた。占いは成功やで、これ。はい、よくできました。あなた、なんだこの子供の声優みたいな。綺麗に焼けましたよ、3つが。これは何を示唆しているのか。必ず狙いはあるはずです。このゲーム全てに罠が仕込まれていますので、伏線だらけです。いい、リキッドは東欧にいる。目的はビッグボスの遺体。なんだって、一体何のため。ナオミ見に行こう。ビッグボスの遺体は即へ介入するための最後の鍵なの。ビッグボスの遺体が鍵となっているのは、ビッグボスの遺伝子コードと生体情報よ。それがなければシステムへの介入はできない。じゃあ、これまでは、今までは、
一度目の発動はリキッドの DNA チップから遺伝子コードのみが使われた。二度目の発動にはスネークの血液から出した DNA コードと生体情報が使われた。話も聞いとかなあかんすよ。代用が効くならなぜオリジナルの遺伝子が必要なんだ。リキッドの遺伝子配列もスネーク、あなたの遺伝子配列もオリジナルのビッグボスとは 100% 一致しないの。ほう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 。一致しない。全く一緒ではないねや。クローンやけどクローンじゃない。何ちょっと照れてる。何恋愛始まる？これ博士、そうやろ。クローン化の際に埋め込まれた。なんかちょっと今イチャつきよったっすね。卵子細胞内ミトコンドリアの DNA 混入、意図的に改ざんされたターミネーター遺伝子。ターミネーター遺伝子言ってたな。科学的に言うと、はい、あなたもリキッドも限りなくビッグボスに近い別人。別なんか仕事しとる。別人？ビッグボスに近い別人、うん、それがリキッドの言っていた言葉の意味。俺たちは親父のコピーではなかった。ああ言ってた言ってた言ってた。ソリダスが作られたのはそのためよ。来ただが奴は死んだ。よく聞いて、ここからが本題なの。ソリダスは完全なコピーということか。システムを管理している AI には構成の強い高度な IDS が使われている。ネットワーク内を循環する命令データを特有の高度で検知しているの。これに適合しないデータは異物として処理される。白血球に殺されるウイルスのように。そしてこの認証プログラムには私が関与したボックス台の遺伝子特定プログラムが使われているの。ほう。鍵となるコードが完全に一致した場合のみホストの命令が正常に動作するようにできている。でももし不正侵入の疑いが出た場合、うん、その遺伝子コードはシステム内のブラックリストに登録され、以後その遺伝子コードでのアクセスは弾かれてしまう。だから代用を使う場合は実験のたびにアクセス用の遺伝子コードを変える必要があるの。つまり中東や南米のアクセスはお試しだったわけだ。しかし驚いた。スネークとビッグボスの遺伝情報が同じじゃない。正確な意味で言うとリキッドとも遺伝情報は同じじゃない。リキッドとも違う。フォックス大がリキッドにだけ聞いた。 あなたに発症しなかった理由はそこにある。ありましたね。つまりもしリキッドがオリジナルであるビッグボスの遺伝情報を使った場合、はい、彼はシステムを完全な支配下に置くことができてしまう。待ってくれ。ビッグボスのコードだけではダメなんだ。同時にビッグボスの生体情報も必要なはずだ。なるほど。そうだ。ソリダスの遺体を使うってことか。彼はすでに死んでいる。生体情報が必要なのか。いいえ、彼は生きている。ビッグボスが生きてる？肉体、うん、いえ、ビッグボスの細胞は生きている。細胞だ。バカな。機械につながれた二度と動くことのない脳死体としてね。はあ。いやだからビッグボスの遺体が必要みたいなことをリキッドがずっと言ってたのが、そもそもそういうね。すでに死亡へ向かっているわ。最初から彼は
南米の実験もうまくいくとは考えていなかった。わあ、そうなんや。どうだって。計算し尽くされている。彼を入手したらリキッドは最終行動に出るつもりよ。今度こそシステムを奪うつもりだな。そう、その前に阻止しないとシステムは完全に掌握されてしまう。ライデン、大丈夫か？あ、グレイホックスと酷似しているこの状況、確かに。ハル兄さん、あった。ん？そうしな、もう。何があった？よしよし。どっからハッキングした？何？AT セキュリティ。見せろ。つまり愛国者たち。愛国者たち。こんなことがまだ続いているなんて。戦争経済のおかげで開発競争は激化している。うん。PMC だけじゃない。軍需産業に関わる企業もモラルを失う一方だ。そしてその悪に無邪気なまでに手を出しているんだ。僕の科学者。あ、これちょっと待って、来るよこれ。恋愛来るわ。多分直せるかどうか分からんねや。サニーさん、ちょっといい？いらっしゃい。いけんの？サニーさんが鍵を握ってんのかな。すごいみたいな。見直しとる。あ、高木。ここでは直せない。高木 W。 どういうこと？これを見て。何？直し方があるの？人工血液は透析しないといけない。でも、はい、ここにはその設備がない。透析器がないわけね。透析、傷の治療も重要だけど、それまで持たない。どうすんねん。どうしたらええねん。腎臓透析のようなもの。そうよ。彼の血はホワイトブラッドと言われた旧世代の軍事用人工血液。旧世代なんや。これも一定時間使用したら透析して血液をろ過しないといけない。うわ、すごい体やな。もう彼は今自家中毒に陥っている。はあ。いや、それも中毒になってるっていうのも若干グレイホックスと被る部分あるな。見てもらいます。見つめ合ってる。え、なんか言った？どういうこと？こいつも盗なんや。盗に俺を治療できる設備がある。マジ？盗？盗？リキッドたちが向かった。マジ？そこに俺を助けた、はあ、マッドナー博士がいる。マッドナー博士。行く方向一緒って、これ偶然なのかな。聞いたことがある。世界的なサイバネティックスの専門家。はあ、アングラだけど。マッドナーやもんな。マッドナー博士やもん。とにかく東欧へ向かいましょう。急いだ方がいいわ。あ、ほらなんかイチャついとんな、これ。ジャンベルに連絡して。やめろ。え？
俺の女やぞ、これな。話す。うわ、絶対やりよる。あ、スネーク。これはどこへ。大チャンスですね、オタコ。もうすぐ俺は毒をまき散らすようになる。こら、タバコなんて可愛いもんだろ。ダメ、取られた。機内は禁煙です。テンション下がった。いやー、なかなかのもんやね。情報が多くて、まあ、とりあえずなるようにしかならん。まずライデン直したいっすね。でもほんまマッドな博士のとこ行かんと。ん？オルガ、あれやばいぞ。二人きりにしたらあかん言うて。は？何ちょっと妹の壁紙つこてんねん、これ。気持ち悪いっすね。ゆらり。あ、これ何か気になっててんな。これ何なんやろ。吐くかな。あ、抜いた。うわ、こいつくせえぞ、ほんま。え、何してんの、あれを持った。寝てる、確認した。誰？うわ、これ妹だよ。へえ、エメリヒ博士にも妹さんがいたのね。恋人かと思った。やばい。僕に彼女は。エマは言わんでええねん、そんな童貞感出さんでええねん。アーセナルギアの AI を破壊したのも彼女が作ったワームなんだ。彼女はバンプに殺された。お前のせいやぞ。だから、いや、君が謝る必要はないよ。僕も同じなんだ。僕アニメオタクだったんだ。それでオタコンってだったんだって言わなくていい。別に今もそうで映画の SF アニメに憧れて胸を張れよ、お前は。でも現実は違った。科学が自分の研究が人を不幸にするなんて、そんなことになるなんて考えてもいなかった。僕ら科学者は誰もサタニストなんかじゃない。でも自分に悪意がなくても誰かの悪意に利用されるんだ。博士、あのね、あ、こいつを作るのサニーも手伝ってくれたんだ。へえ、これもサニーが。研究機関に入り込んで極秘資料やパテントを漁って作ったんだ。正直僕より腕は確かだ。売ってたら買うもん。あんなに小さい子が7万ぐらい歌まで出すわ。君のメールのプロテクトを解いたのもサニーだよ。あ、注射の後。あなただと思ってた。サニーは生まれてすぐに愛国者たちに捕らえられた。肉親には一度も会ってた。 USB メモリー。彼女はずっとネットの内側で育ったんだ。それで言葉がうまく。電脳こそが彼女の生きる場所なんだ。彼女は内側からしか外を見ることができない。彼女はいつも内側から自分と自分の家族を探してるんだ。ヒデオになってる。
好きですね、あのビデオをヒデオにする感じ。自分が誰でどこに向かおうとしているのか。自分と自分の家族を探してる。ケーブルで世界とつながった機械の中に答えがあると信じて毎日その中を飛び回ってる。だからサニーにとってはここが家なんだ。いいえ、それではダメよ。え？彼女をそろそろ外側に出してあげなくちゃ。どういうことだい？彼女はまだ生まれていない。まだ子宮の中にいるのよ。本当の命を授けてあげなくちゃ。でもサニーはここから出ようとはしないんだ。正直僕も不安なんだ、サニーを外に出すのが。でもこのままでは良くないよ。完全な引きこもりになってまうから。この子なら大丈夫な気がする。うまくやっていけるかな。いいえ、そうじゃなくて、この子なら科学をうまくコントロールできそうな気がする。ごめん、それで。え？さっき何か言いかけた？あ、ええ、サニーに料理を教えても？ああ、もちろんいいけど、ここには軍用レーション以外には卵ぐらいしかないけど。はメガネをかけない方が素敵よ。そうかな。あれ、は行くね、これは。隠し持っとんのよ、左手。何するつもりやねん、こいつマジで。あ、いやもう、いや、行かへん。行くしなし。戻す。え、行き止まるわ、ほんま。あの中で寝ても。え、え、あの中かい。え、あの、私これ寝ないのかいってことか、行かないのかいってことか。わかるでしょ。ごめんなさい、わがまま言って。少し一人になりたかったの。やらないのかいってこと？オタクもちょっと期待してたな、これ。そうだよね、案内するよ。これスネーク起きとるよ、多分。案内するよってそこやんけ。いらんよ、案内なんか。起きとるよね、完全に。聞いとるね、これ。気になっとるね。起きとるね、これ、ほら。みんな見てるやん。はず。トリコレ。ソリッド、リキッドやん、ほら。ソリッドとリキッドの卵やん。リキッドって名前つけてもうてるやん。危ない。わざとらしい。おい、タートルネック、おら、とっくりこら。行けもはよ。おやすみ、博士。うん。もし寝心地が悪かったらいつでも言って。ずっとそこで作業してるから。ありがとう。ちょっと谷間見た。あ、その何？こんな簡単ですか、女子って。なんやねん。春って呼んでくれ。どういうことやねん。コンピューター学院か、お前は。おやすみ。おやすみなさい。閉めた、一気に閉めた、スライド。何を。あ、開いた。あ、はあ、吸い込まれた。何をしとんねん、俺も。
苦しんどんね、ライデンも。スネークも。フェイスカム、オタコンの顔を模した形状のやつをもらった。フェイスカム、サイボーグライデン、バイザークローズ。サイボーグ化したライデンの顔を模した形状。バイザーオープン。フェイスカムめっちゃ手に入れた。なんやねん。ここで終わりかい。いや、まあ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 、面白いけど。はい、じゃあセーブして次回行きたいと思います。あれは、やりよったよね。やりましたね。狙いがあってのって感じはしますけどね、ナオミね。ちょっとわざとらしすぎるよな。オタコンはもう純情やから、ああいうの騙されますけど、まあ、ナオミは多分百戦錬磨の感じやから、あんな風にはならんと思うのよね。まあ、イカれたよね。食われたというか、スネークイーターですよね。一種のスネークイーターになりましたね。そうですかと。はい、じゃあ次回行きましょう。